はい、どうもさん、こんにちは、もち TV です。今回もウィニングレブンアプリ2018やっていきましょう。ということで今回は感謝のね、感謝ガチャということで、ベストオブペス2018公式からの情報によると、はい、まあ、最後までプレイしてくれた皆さん、まあ終わるわけじゃないんですけどね、うん、要は18がまあ最後ということで19があるんですが、はい、一応最後までプレイしてくれた皆様の感謝を込めてこのボックスドローを作ってるらしいんで、まあ、もち TV の方でも100連、はい、感謝の100連をやっていこうじゃないかと、はい、いうことで、前にね、おもちゃ TV 結構あのレジェンドの選手とか、はい、動画にもあると思うんですけど、ジーコだとかそれこそマラドーナとか、うん、出てた時の、ガチャがあって、その時にね100連とか平気でしてましたね。そうだね。でその時は本当マラドーナとかもこういうボックスドローじゃなくて普通の確率の、あの 3.1 とかから引き当てなきゃいけないみたいな。ジーコとかもそうだったし、ベッカムもそうだよね。ベッカムとかもそうだったんですけど、はい、ただもうすごいお金がかかったと。すごかったね。で、あの時めちゃめちゃお金入れてたんですけど、うん、今はね、もうそんなにボックスドローできますし、そんなに別にめちゃめちゃお金使うかって言ったら、そんな初期の頃より全然、うん、まあ、選手も集まっちゃって、はい、っていう感じだったんですけど、うん、来作もですね、これ FP ガチャがどうなるか、はい、アプリの方ではわからないんですけど、要は PS4 と同じ感じにもしなった場合ね、これ仮定ですけど、はい、PS4 はだいたい1回、まあ毎週 FP ガチャ来ますけど、うん、1回600マイクラブコインぐらいで全部回せるんですよ。はい、要は3回しか引けないんで。うん、それがクラブセレクションと、まあ1個ずつぐらいで来るんで、まあ3回3回で6回、うん、そんなにマイクラブコインとかも、まあ、課金してる人にとってはかからない。全部の週引いても2400マイクラブコインあれば、まあなんかどの道引けちゃう感じになってくるんで、まあ100連とかもやる機会も来作ないということでね、行きましょう。10連から、はい、ちょうど60までいけるのかね。うん、あーびっちり、おー感謝のびっちり、まあ、結構来ると思うんだよね。よいしょ、4つネイマール、ルカモドリッチ、ボーナス、ウーゴ・ロリス、ラギティッチ、カルボハール、ワイナルダム、パボーン、パボーン、FP。 何してんのお前。あ、正解みたいな。ふざけんな、クイズで。なんだよお前マジで。クイズで正解みたいな。突然ボタン答えたかった。今FP で来てますよって。モドリッチだけ取ってきます。あのモドリッチ一応、持ってるのは持ってるんですけど、古い、要は17さんのモドリッチなんで、今回そのイベントがね、はい、あの 18C になってると、モドリッチボーナスだと。ということで、モドリッチだけ、いけるしょっぱなから来たね、4。そう。感謝だね。パボン。パボンね、強いよ。この選手の FP も来てるんですけど、まあ普通にね、この感じでももう超、結構ね、やりそうだなっていう感じあるんですけど、うん、FP で来るともうちょっと結構半端ないですね。強いですね。ユートも来てるよ。中野もね。だからなんかあの日本人の FP、はい、この前堂安が初めて来ましたけど、うん、まあ、アジア人とかやっぱそんなに来ないんですよ。そうそうそう、あの PSO の方でも初めて来たのかな、堂安が。そうだよ。だからね、ソン・フンミン期待しております。いやー、すごかったからね。すごかったでしょ。だから今週もしかしたら PSO の方、そうそうそう、クロソンさん出るかもしれない。クロソンさん、うん、え、シャーンだったけどね。あー、よっしゃー、戻るでしょ、まあ、お前。1体、1体の引き、シルバー、シーロ、アインモビ、黒、実質黒、実質黒の人たちが、カイルウォーカー、あー、なるほど、ゴロビン、おー、どうした、ゴロビン、あー、ゴー、ゴロビン、あー、でも実質黒軍団だったね。そう、シルバーでしょ、うん、ちょっとトレーナーに放出の部分をね、カットしてくれっていう意見がたまに来るんですけど、はい、この時喋ってるんでね、そうそうそう。この時ないとね、そう、あとね、めっちゃ味気ねえ動画になるから、そう、シャン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 みたいな、そうそうそう。まあ、そこでカエルウォーカーも強い。カエルウォーカーも強い。まあ、あとトレーナーにするのはほぼ持ってるからですね。そうそうそう、うん、まあ、そうだね、よく来るんですよ、ね、よく来る、うん、それもよく来る。そこら辺もよく来るんですけど、なんでトレーナーにするのみたいな。まあそれはもうほぼ持ってますからっていう。さあ、久しぶりに100連やるんでね、この感覚。さあ行きましょう。いや、もうどんどん減ってくる。30連目あ、シャン、シャン、シャンだよ。まあ、あー、黒玉だ。でもバリオスと、ね、絶対来るね。でもバリオスと10回引けば絶対来る。マルセロー、ナバス、マーチュイ、あ、これ来るよ。銀のゾーン大切だよ。ピッ、ロドリゴ強い。マジ、あれ、キンテロ、おい、あれ、キンテロ決められたね。コンディション当ててやばいんだよ、めっちゃ。マルセロが多分マックスンで来るとかなり強い。マルセロは強いですね、めちゃめちゃ。あの今作のためにウィニングルーム2019のサイドバックで、
個人的にはあ、確かインサイドレシーバーだっけ持ってんの、何だったっけな、あの19でね、新しくね、プレイスタイルがインサイドレシーバーだっけ、はいはいはい、そういうのあって、中に入ってくるみたいな、はいはい、結構ウィニングイレブンだと貴重的な動きをしてくれる、確かのを持ってたような気がする。あ、サイドバックの選手がなんか、そういうの結構持ってる人多くて、強いなと思ったよね、はい、普通に使うよね、調子良ければね。これさ使う、めっちゃ使う、コンディションでは6なんだよ、しかも。さあ、ここでちょっとライビー1位が遠ざかってますね、初手ライビー1位。シャーン、シャーンか、あ、ええ、ね、これ逆に銀とかのやつが多い感じだね、これ来た来たよ、アセンシオ実質もうスキー最強スパーサー、あらあらも強い、あらも強い、フアレスはカンセロ、ジョ、あ、ジョアンカンセロ結構強かったよね、確かトレイヤーね、トレイヤーシャドウ、もうアースだよね、ここだビデジョー、ジョーまだコリンチャンスかお前、よいしょ、ああもう行ってたんだ、もう名古屋やん、アセンシオももう最強スパサブですね、金の。アランはね、FP、うん、最強的に強い。ナポリのパートナークラブでアランゲットしましたけど、PSO の方では。本当に、なんだろう、あの、あいつ、コロンビアの。コロンビアだっけ、クリバリー。クリバリーじゃなくて、あの、FP バリオス。あ、バリオス。バリオスとアランがいるとめっちゃ勝て。そう。うん、サイドバックにアランとかいらして、まあ2人とも本当にボール出し能力とかが確かすごいので、うん、はい、さあビダビダってこれあれじゃん、クロアチアのジョーはもう名古屋のコリンチャンスじゃないの、ちょっと銀でね、お目当ての選手バリオスが、バリオス来てくれと、バリオスとゴロビンね、うん、あれまだ共に30なんでね、母体持ってんだけど、よしーんしーん、意外とやっぱライあれなんだな、そうだね、遠いね、うん、1体エリソン、あ、しかも1体しか金が多い、金がめっちゃ多い、パウリーニョ、ムバッペ、バッペナッチョ、ソンさん、あ、ソンさん、黒ソンさん欲しいな、リュクション、おう、あ、黒ソンさん欲しいな、そうだね、今週の木曜日ないかな、まあ、来る可能性もあるよね、あの活躍でさ、先週が何もなかったんだよね、そうそうそう、パートナークラブも来なかったから、どうなんだろう、ムバッペももうね、これマックスで無課金赤交換してほしいな、マジで、あ、ロッペンがね、いるからムバッペと変わればいいかなって思ってるんですけど、まあ、ムバッペね、まあ、ムバッペね、 FP ムバッペがやばいは言うけど、普通のムバッペもレベル上げたらクソやばいから、そうだね、普通のムバッペ使ってる人もいるよね、いる、全然いるよ、別に全然普通にいる、普通に鬼強いと思う、うん、さあ50連目ですね、半分や、よしや、ああ、たまらん流れ、確定か、さあゴロビンとね、バリオスはゲットしたいんだけどな、この100連で、レジェンドもまだ来てないっすよ、そうだね、ベッカムとか、ベッカム来んか、えっ、来ねえのかい、ケイン、ベンテケ、ジェニスキね、ジェニスキもこの間来てたね、ナポリで、俺あれで持ってたわ、なんか、うわ、ブルサリコも来てたな、FP で、ちょっとあれだな、ちょっとね、空きがなくなっちゃったね、これ、ね、やべえ、出ました、一回保有、はい、ということで、整理した、ね、整理しました、で、今50連いきましょう、さあ50連来てか、いくか、いきます、さあ出せるのかというところで、ね、ライ引いて渡すわ、もうこれだ、ライはい、シャンです、はい、どうぞ、一回行く、はい、黒玉いきなりどでけんわ、あ、これ一連だ、おい何だこれ一連だった、お前ふざけんなよ、お前デブライで来ちゃったよ、一連で、何してんだよ、あ、俺一連だったわ、びっくりした、あ、だからちょっと違ってくるじゃん、あ、じゃあこれ10連引いちゃえばいいわ、あ、これ早送りにします、あ、なんやねん、さあ行くぞ、はい、あー、悪魔に、まあ、あの、ファニーボーンに、あはよいしナッシー、ちょっとレジェンド、あ、ロストレス、それスワレス自身、うわ、マンジュいるわ、マンジュね、マンジュちょっとね、あ、ヒロキゴロビン、よっしゃー、よし、見た、雷当ててゴロビン引いてくるんだよ、やるやん、それファニーボーンがね、うやっ、なったの、できる子、うん、チャリ乗ってる時にさ、坂上がってる時にこう、踏ん張りすぎてさズルンってそのまま行っちゃって、ファニーボーンに強打した時、坂だからすごかったよ、あれは死を感じるよね、坂の時にファニーボーンも食らわないでしょ、うん、だからもう食らいすぎてね、もう分かんない、子供の時に、でも久しぶりに来たわ、今押してファニーボーンが、うん、いいと、
さあゴロビンは今30レベルのやつやったー、これあるんで35レベルにしてね。やったよ、ナイス。さあ気をつけろ、最後だけだから要は9回引かなきゃいけないんだよね。あ、そうか。あい2連続おマラド、今度はファニボ大丈夫、レジェンドだねえか、それは全然来ないね。ベールとムハマドサラという最強コンビが来てますよ。やばいな、マーネーも。いや、ちょっと待って、ここまで全員来るじゃん、2010。うん。さあ、どうだ。はい、キム。あ、いやいやいや。来ないな、バリオさん。ウヨビね。ペスリグモードだとすごい使うわ。そう、ウヨビね。ベールも、ベールってさ、6突してんだっけ。ベールは6突してる。今、もう、能力値も出したよね、ベールで。53レベル。ベールってさ、これ以上総合値上がんないの。50後半で1個上がる、確か。いくか。俺の今ベイルが53レベルで、総合値96なんだ、確か。この、おそらくこの誰もやってないであろう、全く無意味な、そうそうそう、チームパワーを上げるという行為に、うん、おかしいよな、これ。4000になりたいから、最後。そう。やっぱり。最後4000になりたいという、ただの、自己満すぎんだろっていう。これで69回だもん。ただ、実際、ゴロビンとかね、欲しい選手はいますから。これで10年して、あとは単発ですよ。そうだね。え、そもそもなんか早いな。よいしょ、ちょっと待って、バリオスそろそろ出てよ。来るよ、単発で。ちょっとこんだけ回してんだから。さあ、これ銀の集団が来るんじゃない。あ、そんな来んや、銀は。えで、アザール実質ライライライみたいな。いや、あらば、モライス。エデル、なんか来ない気してきたんだけど。バリオスが欲しいね。レジェンドも来てねえよ。まあ、でもアザールとかやっぱここまで引くと出るな。まあそれはそうだ、さすがにやっぱり。ちょっとこれあれだな、ほんと今2万5000円ぐらいピャッて出せる人がいたら、いやもう相当強くなるチーム。もう終わりだね。終わり終わり終わり。強化しなくていい、うん、このゲーム。あとは自分の操作をこう磨いて FP ちょろっとやってみる。これでもうチーム強くなっちゃうからね。結構ね、選手がいた方がポジショントレーナーとかスキルトレーナーとかもまあ楽しいっちゃ楽しいんだよね。まあそれはね、やっぱり そっちの方がやっぱり選手いる方が楽しい、うん、はい、ここから行きましょう。さあ、単発引きから単発引き。ちょっとさあ、ちょっとね、一回引いちゃったもんで、これでもう早送りです。よいしょ、バリアス犬ティコシ、うん、いや、いいね、犬、まあ、いいんだけど、犬も FP、でも犬のあれだからな、活躍っていうか、最近ね、やっぱ堂安とか、まあ、あと日本人だと、鎌田、なんか決めてるよね。ディエゴ・マラドーナ、クリスチャノ・ロナウド、グリーズマン来なかったね。はい、まあ、こんな感じ。あ、ベッカム来なかった。でも結構もうほぼ来たね。いや、まあ、ほぼ来たっちゃ、うん、来たんだけど。ほぼ来たわ、これ。ただ、まあ、よう来ねえな、本当に。まあ、そんなもんよ。だってまだ、あと80ぐらい残ってる、60ぐらい残ってるでしょ。そう、クリバリ・マナラ・サウルとかもまだ出てないですね。バランとか。あ、そうか。スターリングとか。いや、なかなかだから、こんだけ引いてみるとちょっとわかるね。わかる。やっぱ、まあ、こんだけ入れて、まあ、こんだけ出ないやついるんだ、みたいなね。まあ、それなりに優秀な選手は出てますけど。だってこれ、120連してるみたいなもんだからね。そう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 、要は合計のこのボックスで見れば、そう、さっきのあの動画の20連があるはずですから。まあまあ、まあ、でも感謝の100連ですよ。感謝ですから。そう、でも来たと思うよ。そう、まあゴロビンも来たし、うん、完璧完璧、うん、あとだから本当に引き切るよ。そうまあ、チームパワーも多分これでね、結構4000にぐっと近づくと思うので、ね、そうですね、最後出しましょうよ。はい、ということで、さらもう